昨日の夕方にですね、人の心をどこかに置き忘れてしまった、マスゴミと呼ばれてる、何も誇れることがない、自分の仕事に何を誇ってあなたは仕事をしているのという呼ばれてるね、えー、一部のマスゴミと呼ばれる、えー、メディアの、えー、ゴミどもがですね、とてつもない事件、障害、名誉毀損、そのレベルなことを起こしました。 え、それについて僕なりにものすごく言いたいことや、え、これまでの経緯っていうのが話したかったので、え、動画にしました。え、まず今回起きた、え、事件は、え、京都アニメーションの、え、1ヶ月前に起きた、え、放火事件に関する、え、犠牲者35名のうち、公表されていない25名の、え、実名報道が昨日行われてしまったと。うん、実名報道じゃないね。それは報道とは呼ばないね。被害者の嫌がらせ。 えー、名誉毀損ね、遺族の方への精神的な障害、えー、こういうことを、えー、民放テレビ、そして新聞社、各新聞社が8社9社にわたって、えー、京都府警が、えー、公表しないと言ってるにもかかわらず、京都府警の え前代未聞のもうこの大事件が、もうもちろん異例中の異例で遺族の方にしっかりと聞き取りをした上で公表意思があるか、公表しない意思があるのか、どちらかを聞き取りした上で公表しないとした25名の、それ公表を求めるというですね、マスゴミ関係者が束になってえ申請書を出しました。で、それについてはですね、もうこのだいぶ前からえ騒動が起きてまして、ツイッターでそれを見てて、 気持ち悪いなぁと。さすがにこんなことは起きないだろうなと思って。で、そしたら、あの、ツイッターの方でですね、有志の、まあ、ファンから、えー、匿名性の、その報道、匿名の報道を希望すると。ね。あの、公表を求めないっていう署名活動まで行われるような事態に発展してたんですね。で、その流れを見てても、本当にもう、なんでこんなことをするんだろうと。こんなことをする日もあるんだったら、なんかしろよって。全員思いませんか いやもちろん署名活動してる人間はもちろんそれは阻止したいと思ってると思うけどもちろん悪いのはマスゴミであることに変わりないんだけどもこの流れがこういう意味のわからないところでの騒動が起きてしまうっていう流れが本当に気持ち悪いなというふうに僕はつくづく思ってそれを拝見してましたただその中でもあの警察っていうのは人を守る、えー、職業、えー、日本国民を守ってくれる最終的な砦なわけでしょそのこ警察と呼ばれてるね、えー 国家公務員の皆さんが、そういう選択に陥ると僕は思ってなかったんですよ、正直。そしたらですね、昨日の,の夕方に普通にさらっとなんか公表してるんですよ。いやと。あのね、マスゴミはこれを、あのー、この痛ましい事件に関して正確な情報をお伝えしたいみたいな、なんか脳が汚れてますけど、ね、警察いくら積まれたのこれお金。マジで。京都府警。 京都府県の皆さんはお金いくら積まれたんですかこれマスゴミの NHK をはじめとする毎日新聞だとかはじめとするいくら積まれたんですか本当に人間ですか皆さんはびっくりしてます私でも公表された件について公表された件についてもう公表されてしまってるのでウィキペディアにももうなんかもう書かれてるので もうどうしようもないことなんですけど、僕は、あの、僕個人の意見言いますよ。僕は公表を求めてました。ちなみに言うと。僕は公表されることを待っていました。それは事件発生した、もうその日からそうですし、気が気じゃないですよ。当たり前だけど。昨日、第五さんの生放送もちょっと触りだけ見させてもらいましたけど、第五さんの放送で、誰が求めるのっていうような発言をしてたんですね。えー、誰が知りたいのって。 亡くなられた方の名前をっていうような発言をされてて、みんな、そうだそうだって言ってたんですけど、僕は知りたかったですよ。京都アニメーションのファンだから。京都アニメーションの作品をずっと見てきて育ってきたから、その作品に携わっているスタッフ、それ、生きてるか死んでるか、それ知りたいですよ。生死は知りたいですよ。当たり前ですけどね。気が気じゃないですよ。京アニファン、そういう京アニファンいっぱいいると思いますよ。それは。 正直。で、ただね、言いたいのは、その共和には全員共通にして言えることだけども、お前らからじゃないんだよっていうことね。マスゴミのお前らからじゃないんだよ。NHK で知りたいわけじゃないんですよ。新聞で知りたいわけじゃないんだよ。なんで最初に公表された10人の名前、公表されたか。あれっていうのは、もう一つですよ。 ね、あんな公表していいこと一つもないよ、遺族に関しては。遺族に関しては、報道も来るし、もう写真も撮られて、ね、そんな状況じゃないでしょ。何に公表してるんですよ、その10人を。何で10人を公表したか。それは理由一つです。その人が携わってきた作品、その人がやってきた仕事に、営業されてるファンの存在とかね、そういうの知ってるからやってるんですよ。その人たちに伝えなくちゃいけないから。 この人たちが生きてきた、ね、生きてきたことを、選手を知りたいっていうファンがいっぱいいるっていうのも分かってきてるわけですよ。それで公表してるんですよ。自分が絶対に苦しい状況に追い込まれるって分かってる遺族の方々ですよ、10人。この遺族の10人の遺族の方々は。で、この25人公表しなかった25人だって、それは分かってるに決まってるじゃないですか。今日りで仕事してることがいかに起こりからば分かってる状況なのに、公表できないぐらい。 もう公表してない段階でもマスゴミの圧ってのはあったと思いますよ。だから公表できないんですよ。今現状。でもそれが、僕が知りたいっていうのは、この今もう映画だとか、ね、続編のアニメだとかもうすでに決まってる中で起きた事件で、その映画が公開されるか、アニメが決まるか分かんないですよ。放送されるかも。でもそれがもし実現するのであれば、その時のエンドロールに自分のね、 息子なり娘なり家族の名前が出てきて、それに影響されているファンを見て、今、報告しようかなって思える遺族だっていると思うんですよ。そのタイミングで京都アニメーションさんからの方から公式ホームページないし、テレビアニメのラストでも何でもいいし、そういう形での報告を、ファンに向けての報告を、やっぱりそれがベストだったと思うんですね、僕は。それ以外はありえないと思うんです。 これはその機会をこのような形で妨害して知る必要のない外野に対して小銭稼ぎお金,お金に目のくらんだマスゴミがこのような行動をしたことは大変え残念に思いますし僕は東京 MX と、えー、ATX さんしか番組は見ないですけどもう見ない当たり前だけどこいつらのこの報道機関新聞見ない。 見ない。恥ずかしいで僕が、えー、今回の事件で最も許せないことはこういうマスゴミのせいでこうやって世間がうわーって騒いでヤフーニュースにバーってなってそれがものすごく嫌でしたこういういざこざが公にバーってなってるのがすごく嫌でしたそれは何でかっていうとはるひの石原監督とかはねもう現場復帰されてるんですよ2階から飛び降りて助かって怪我してそれでも現場復帰してるんですよ ハルヒの石原監督とかクラナドの石原監督ね現場復帰しててなんでそんなねするかってもう1か月どころじゃさ普通復帰できないやん自分の立場で考えてみればそんなできないし数週間でそれをやってるんですよその理由は今回の事件を受けて亡くなられたかって35名こういう大打撃を受けてそれでも作品のクオリティを落としたなって 思われたくないっていう気持ちでやってるんですよ。それをね、その気持ちをね、こんなね、どうしようもないことで、0.1秒、1秒ね、1秒0.1秒、コンマ1秒ね、お前らのせいでそれが閉ざされてしまうっていうことが俺、憤りを感じて仕方ないわけ。現場はね、もう前向いてます。すみません、汚くて。 現場はもう前向いてます。もう、現場をもう本当悲しませるだけ悲しませてあげたいと思ってみんなが支援してね、20億近く、まあも全然足りないけどね、20億でね、えそういうことに、現場がそれ以上に応えてくれてるっていう現状を本当に、えー、アニメファンは分かってると思いますけど、あと報道機関は、えー、そこら辺を考えた上で、えー、配慮してくれてる報道機関、 には本当に感謝を申し上げたいし、そういうことをした行動機関は、もう改めてね、えー、今後の対応について考えていただきたいなというふうに思いました、僕は。えー、そしてですね、当チャンネルで、えー、再三言っておりますが、京、え、都、ー、アニメーションさんへの支援をさせていただきますので、えー、もう計画動き出してますので、えー、その報告は今後動画にてさせていただこうかなと思います。えー、今回本当に僕の思った意見をちょっと言わせてもらいました。えー、以上です。